こんにちは、井上です。そうですね、今日は僕が英語を教えてた方で、萩野さんっていう方でね、IELTS っていうので見事いい成績取ったんですけれど、その萩野さんっていう方が、やっぱり英語をね、勉強する上では、ライフコーチング的な要素っていうのが必要じゃないかって話をしていて、で僕もやっぱり教えてて、そこの部分、英語を学ぶっていうことはもちろん、だから英語の勉強法っていうのは僕はずっと教えてて、それは重要なんですけど、ただ一方でやっぱりそういう人生の目的とか、そういうことが明確じゃないと、結局そのやり方知ってもできないのかなっていうふうなことを思ったんで、ちょっとね、そのライフコーチングっていう話について、萩野さんに呼ぼうかっていう話を聞いてみようかなと思って、こうやって論声をとってます。じゃあ萩野さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと今僕簡単に自己紹介したんですけど、もう一回ちょっと簡単に、自分でも付け足すところがあれば付け足してみてもらえます？今、僕は病院でリハビリの仕事をしていて、留学したいっていう思いがありまして、それで井上先生のところで英語を勉強してたっていう形です。で、いつ頃アイエルス取ったんでしたっけ？IELTS は、今年の2019年の2月末ですかね。一応目標を達成しました。で、6.5っていうので、ちょっと知らない人は分かんないかもしれないけど、例えば僕の知り合いとかも、そのロータリーとかで、早稲田の知り合いでね、ロータリーで留学した人がいるんですけど、その人もやっぱり6.5だったんで、その大学院で留学したんですよね。結構だからかなりいい資格っていう感じですよね。でも多分そこで今ちょっとそのライフコーチングっていうのについて、なんていうのか、やっぱそれが英語を勉強する上で必要だって話を前してくれたんですけど、ちょっとそういうことについてじゃあ話聞かせてもらいます。で、やっぱり、英語を続けるっていうことが、結構、会社員をしてると、難しい人が結構多いのかなと、そうですね。思いまして。で、やっぱり、それ僕の場合、たまたま自分がこうしたいからっていうので、割とそこら辺がスムーズにいったかもしれないんですけど、例えば会社で例えば昇進の条件で、トイックが何点必要だとか、就職活動するときに、トイック700点とか何点とかって持ってる方が、アピールになってる、なるから、英語でスコアを取っておきたいとか、あまり自分、あったらいいけど、自分が本当にじゃあ、その英語でそういうスコアを、本当に自分の心から取りたいって思ってないような人っていうのが結構いるんじゃないかなっていうふうに、井上先生のところで勉強してた時もそうですし、他のところでちょっと英語を勉強してたりしてた時も、結構そういう、同じところにいても、モチベーションの差というか、そうね。そういうのがやっぱりある人がいまして、で、同じことを教わってるはずなのに、成績が伸びる人と、成績があまり伸びない人とかっていうのにやっぱ分かれるのはなんでなんだろうなって思って。で、それを振り返った時に、やっぱりそういうところが不足してて、教わってるものは正しくても、それをうまく自分のものにできないというか、そういう人って結構会社員だと特に多いんじゃないかなっていうふうに感じて、と確ころかですかね。に。僕なんかも、僕今こうやってインターネットで仕事、英語を教える仕事って2012ぐらいからやってて、当時ってやっぱ震災後だったせいなのか、ちょっとそういう自分で仕事しちゃう系の人流行ってたんですよね。で、知ってる人は知ってるけど、その与田、与田、なんだ、与沢翼っていう人がいて、ちょうどそのくらいにそういういろいろ新しい人たちが出てきてた頃だったんで、流行ってて、で僕はやっぱりだからそういうセミナーに当時行くわけですね。だってインターネットビジネスだから。で話してる内容って別に普通なんですよ。要するに普通に別にこうやってお客さん集め、あ、こうやって見込み客を集めて、まず商品作って見込み客集めてセールスするっていう話で、で別にね、僕の場合はほら、怪しい情報商材もあるけれど、僕の場合は普通に結局英語の先生してるだけだし、こうやってね、萩野さんみたいにほら結果出してくれる人も、ね、いっぱい出てきてくれたんでありがたいんですけれど、だから別に何て言うのかな、でみんなね、でも
その要するに教えてる内容普通だし、まあ、効果あるし、僕みたいに別にその後、ね、続けてる人もいるけれど、なんかでもみんなこう当時だからすごいそういうお金稼ぐみたいな雰囲気あって、でみんな消えるんですよね速攻。なんか下手すると1ヶ月とか持たない人が多いんじゃないかな。商品作っ、さっき言ったように自分の経験をもとに商品作って、でステップメールって言ってメール書いてみたいなことをするけれど、なんかもうね、あのそういう地味な作業なんですよ。で別に教わった通りにやったらできるんだけど、そのなんか地味な作業をやんないまま消える人が結構多いんですよね。しかもなんかお金だからモチベーションありそうじゃないですか。なんか実際そのなんていうの、俺はなんか僕はなんか借金何百万あるんでこれで解消します、なんかなんだっけ月収1億円になりますみたいなこと言って、なんかなんだそれとか思ったんですけど、やっぱ消えるんですよね。そう考えるとこうやる気だけだとやっぱなんていうのかな、だから続かないわけじゃないですか結構みんなね。はい、それってなんだろうな、そのまあそこで多分だからね、僕とかもライフコーチって話は面白いなと思ったんですけれど、まあさっきのだから話だと、そのもちろんその例えばトイックの点数あった方がいいなっていうのでも続かないけど、でもさらに言ったら、まあ、そのお金みたいにこれはなきゃダメだろうってものでもやっぱ続かない人の方が多いわけじゃないですか。はい、それってなんでなんですかね。まあ第一はやっぱ本当にやりたいことじゃないとかっていうのもそうですし、まあやりたくないことでも続けられる人は続けられると思うんですけど、うん、そのいざ継続するってなった時に、うんうん、やっぱ結構まあコンスタントにやっていくってところで、最初のこうなんていうんですかね、三日坊主的なこう勢いっていうのはこう多分維持するのって難しいと思うんで、確かにそれがこう淡々とこう続けられるようになるかどうかっていうのが結構大事なんで、むしろこうまあ初動の段階でこう気合入って、うんうん、まあある程度落ち着きながらもこう続けられればいいんですけど、なんかその初動の勢いがこう消えた途端に続かなくなっちゃうみたいなあるあるっすよ。そういうんだったら、うん、まあそんなにこう気を張らずとも、ちょっとずつこう始められる人の方がこう続くのかなっていう印象ですかね。確かに、まあでもだから僕とかもほらそう言ってるけどなかなか続けてくんなくて、じゃあそこは萩野さん的にはどうするの、ライフコーチ的には。まあ僕がよくこう話すのは、うん、結構その目的というかこう、うんうん、例えばじゃあ僕の前にこう来てくれるような人がいたら、はいはい、その人のこう話を聞いてちょっと掘り下げるというか、うんうん、何のために今回のこの勉強をするんですかとか、うんうんうん、そこでやっぱりこう、うん、やっぱ結構答えられない人というか、あしちゃう人が結構やっぱいるので、うんうん、それをこうあらかじめ考えておくと、うん、まああのもちろんそこからずっと続けれる人もいますけど、うんうん、やっぱこうしばらくしてまた続かなくなっちゃう人もいるんですけど、うんうん、それをそこからまたもう一回始められるかどうかっていうのが結構大事なんで、うん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 、それをこうスタートの段階で、うん、あの多分こうモチベーションが高い時って具体的になんか行動したくなると思うんですけど、うんうんまあ、そこをこうちょっと抑えて、なんで今これを自分がやりたいのかっていう気持ちをこう、うんうん、なんていうんですかね、ただこう一時のこう感情じゃなくて、もうちょっと長期的なこう視点を踏まえた上でこうちょっとずつ始めていけるっていうのはこうある程度自分がこう冷静になりつつもこうそれがやりたいって思えるような状態に、やりたいやらなきゃいけないっていう状態にこう持っていった方がまあ続くのかな。なるほどね。その時でもじゃあ例えば、まあ、さっきのほら答えられないっていう人、まあ、実際問題やっぱ答えられないっていうか、はい、答えられてもふわっとした答えの人が多いと思うのね。はい、だそういう時はどうするの。そういう時はもう結構突っ込みますね。どういうこと？まあ、どんなこと突っ込む？例えば。じゃあまたその、なぜを繰り返すっていうか、うんうん、例えばじゃあふわっとこう、仕事で、就活でこう必要だからですってなった時に、うん、なんでそれが必要になってくるのかとか。あで、まあそれが周りより差をつけるようになりたいとか、うんうん、っていうところから来てるんですけど、うんうんうんまあそこからまたなんでそう周りに差をつけたいのかっていうか。なんかその、なんとなく、こう、周りとか世間がこうだから、
こうした方がいいっていうことが結構多いと思うんですけど。そうだね。うん。それをもうちょっとこう、自分の中に自己目的化というか、こう、もうちょっと自分の内省させて、こう、内観をこう、まあ自分の内側をちょっと見てもらって、本当の意味でのこう、自分の目的にこう、落とし込むという。まあ、そういうことをしておくと、まあ、状況は多分変わってないんですよ。はいはいはい。じゃあ英語でトイックでこういうスコアを取りたいっていう状況は、その、最初のふわっとしてる時とあんま変わってなかったりするとは思うんですけど、そこまでこうある程度目的意識が明確になる人と、そこがない人、多分辛くなった時とか、なんかちょっとこう、じゃあ勉強しないで別のことしたいなっていう時に、こう自分をセルフコントロールできるようになるとは思いますね。はいはい。やっぱりそこって多分その英語と独立してライフコーチが必要だなって僕も思うところで、まあ僕もだからそういうこと言うんだけど、あのやっぱ英語の先生だとそこだけそんな時間取れないんだよね。はい。だからほらさっきので言って、あの分かんない人に対してはそんなんじゃダメだって言って終わるから。だってそこまで言っちゃうと英語のほら授業じゃなくなっちゃうから。はい。だからそこってすごい実際は重要なんだけれど、やっぱ普通に英語の先生やってると、まあなんていうのかな、突っ込めないところになってくると思ってて、だからそう考えていくとやっぱりそういう時間を取って、そのなんていうんだろう、あのなんでを考えるっていうのはすごい重要だと思うんですけど、もしでもまあなんかほら本当聞いても出ない人っているでしょ。そうですね。うん。そういう場合はどうするの？そういう人とかは、うん、もうなんか変な話、こう、英語の話をしに来てても、うん、結構こう、一回英語置いといてというか、うんうんうん、あの、まあ、あの、マインドマップとか、書いてもらったりとか、うんうんうん、こう、自分史をちょっとこう、はいはいはい、作ってもらったりとかして、なんかこう、もうちょっと自分を理解してもらうっていうか、うんうんうん、やっぱその中で多分自分でこう自分のことを振り返る中で気づくこともあるだろうし、うん、確かに、なんかその人の中でこう当たり前だなと思ってても、なんかそれをこう例えばなんていうんですかね、文字にしたりとか、はいはいはい、文章にした時に僕からというか第三者から見て、うん、なんでこういう風になってるのみたいな、自分の中でこう気づかないロジックがこうあったりして、はい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 、だからその例えばなんていうのかな、さっきので言うと、まあそもそも別にね、就職の時にビビらせる必要ないかもしれないし、まああと別にそんないいとこ就職しようってすることも別に必要ないのかもしれないし、はい、しかもその道具が英語である必要もないわけだよね。そうですね。うん。なんで英語なのって話になってくると思うけれど、はい、まあ、多分、だからその英語の先生だと、なぜを5回まではいける気がするけれど、はい、そのなぜを5回みたいな。はい、なぜを誤解が答えられないやつに自分史とかやっぱ書かせられないから、うん、英語のほら授業じゃなくなっちゃうんで、はい、まあ、なぜだったらまだ言語になってくるけれど、自分史とかマインドマップになってくると、なんかその人のほらさっき言った内省的な作業になってくるから、はい、でも多分実際はそれがないと勉強できないじゃないですか。うん。そこの部分がやっぱり最初にやっとく必要があるのかなっていう感じで、うん、うん、なるほど。マインドマップってどれくらいで書けるものなの？そういう、例えばもしなんかじゃあ、わかんないですみたいな話の人がいたら。いや、もう、出せるまでというか、もうこれ以上出し切れないって本当に思うぐらいまで、やっぱ書いてもらいますね。その、やっぱりなんていうんですかね、こう、そこにこう、集中してというか、ちょっとこう、疲れるぐらいというか、はいはいはい、そこからこう出てくることもあったりとか、まあそれでもやっぱどうしても出ないような時なんかは、僕がこう話して、ちょっと質問して、もう順番に追って質問していきましたね。例えばこう、はい、生まれましたみたいなところから。何それ、はい、生まれましたっていうところから、じゃあ物心ついた時になんか覚えてることはとか。ああ。まあ、あの、僕にこう話したくないことは、あの、話さなくてもいいよとは言うんですけど、まあ、とりあえず一通り話してもらって、もし自分の中で、人に話したくないようなことがあるんだったら、それはまあ後で付け加えてもらって。どういうこと？自分にだけこう、あ、自分にだけでもいいんで可視化はした方がいいかなと。はいはい、はい。根掘り葉掘り聞きますね。それでなんかこう、じゃあこの時こう思ったとか、
こういう人にこう思ったみたいな。なるほどね。はい。時があった時とか、なんで逆にそう思ったのというか、人によってこう、見方が違って、そう思わない、僕はそう思わないなって時とかもあったりするんで。うん、確かにね、そうっすよね。なんかそれを聞くと、あ、なんか自分ってこういうふうな考え方をしてるんだなというか、自分がこう、自分の普通なんで、うんうんうん、はい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 、そうそう、だから当たり前だと思ってるんですけど、うんうんうん、その人にとっての普通なんだけれど、みんなから見たらそこまでしなくていいじゃんみたいな時は結構あるってことでしょ。はいはい、そこら辺がこう見つかってくると、うんうんうん、なんかよりこう自分を理解できるというか、はいはいはい、そういうところを探すって感じですかね。うん、確かにそう。だからなんかあのみんなが思ってるより多分人間って根が深い存在だから、そこをやんないとなんか勉強なんていうのか、要するに勉強に限らないと思うけど、なんかできない気がするんですよね、いろいろ。うん、うん、でもなんか大体忘れてるでしょみんな。そうですね、その根の深い部分を。はい、あ、そういえばこんなことあってこういうふうに思ってたなとか。でそれが結構案外多分今の、うんうん、まあ、生活の中での価値判断の基準にもなってたりするんで。ああ、確かに。そっか。だから、なんでかっていうと、なんで勉強したいのに続かないかっていうと、その人の中での価値判断の基準が分かってないからってことか、自分の。そうですね。で、うん、それが例えば、その価値判断が、自分のこう心から素直にそう思えるようなことだったらいいんですけど、うん、なんかこう出来事があったりして、うんうん、こう自分でも良くないことだと思ってるのに良くない方に流れちゃう判断とかしてたりするんで。へえ、面白い。なんかそういうのはこう多分それに気づければ、うんうん、多分自分で進んでこう悪い方に行こうとはしてないと思うので、ただそれをこう無意識でやっちゃってたりしたのは、はいはいはい、意識するだけで変えられるきっかけにもなったり。確かに。ああ、それすごいわかる。あの、要するに、僕もほら、その昔のステップメールって書いたけど、あの、すべての行動には肯定的な意図があるっていうのってすごい重要で、だほとんどのその人のうまくいかない状況って、その人の肯定的な意図から出来上がってるんですよね。うん、で例えば、だから僕の場合だったら、まあほら、時計的に話すけど、僕、前よりだいぶ痩せて、もう昔もね、そんな太ったわけじゃないけど、78ぐらいだったのが今73ぐらいなんですよね。あれなんで痩せたかっていうと、もちろんその例えばなんていうの、米5合食うのよくないんだみたいな話を管理栄養士さんに習ったんですけど、一番はその管理栄養士さんに習ったことで一番良かったのは、もちろん基本的なそういう食品の食べ方みたいなのもそうなんですけど、一番良かったのって、なんかあの1日30品目が今ないって話を聞いたことなんですよね。はい。なんで1日30品目なくなったかっていうと、あの1日30品目があるせいで、昨日例えばなんかすごい、ね、飲み会とか行って食べたのに、今日も食べ過ぎるやつが出てくるって話を聞いた時なんですよね。うん、だからなんか例えば昨日焼肉の食べ放題に行ったんだったら、今日1日30品目で肉食べる必要ないじゃないですか。うん、肉食べてんだから。でも1日30品目ってのがあると1日で考えちゃうから食べ過ぎるって話してたんですよね。はい、だからそれって多分そういう話でしょ。その人にとってのその当たり前のロジックで、子供の時にいいことだって刷り込まれてるわけじゃないですか。はい。でもそれがその結局痩せるっていう行動には超ダメなわけですよね。そうです。なんか冷静に見ると違うじゃんって多分自分でも気づけるんですけど、うん、そうですよね。なんかこう なんでそういう風な判断になってるかはあまり意識に上ってないんで、そうですね、なんとなく自分がこうこれが正しいと思ってることをやってるのが原因だったりする。うんうんうん。あ、そっか。だから成長っていうことを考えると、やっぱりその人にとってのいいことをやめなきゃいけないわけで、はい、そうですね。どっかで大体ほら誤解があるじゃない、その人にとってのいいことっつっても。はい。だからそれをやめなきゃいけないし、多分それをこうするのは英語の先生業だとそこまでいけないんですよね。うん。だからそのなぜ誤解まで聞けるけど、さっきやったそのなんていうの、あのほら僕にだけ話してみんなよみたいなこと言えないから。うん。やっぱそれがやっぱりライフコーチのなんていうんだろう、こう意図ってことなんですかね。そうですね。うん、なんかこうやっぱり面白いのはこう、うん、僕が答えを持ってるっていうよりかは、はいはいはい、その人が答えを持ってるんですけど、はいはいはい、それをこう
あんまりそれがこう可視化されてなかったりとか、うんうんうん、意識化されてなかったりっていうところをこう対話というか話をしていく中でこう、ね、うまく引き出すっていうのが、はいはいはい、まあ、僕がやってることかなと思います、うんうん、でもその人にとってはね、さっきも話したけど、その当たり前すぎて分かんないんだよね。そうですね、うん、あとあんまり、あとあんまりこうプライベートでそこまで話せるというか、その自分のそれを引き出すために話をするってあんまりこう自然には、うん、ない気がするとだと思って、うん、そういう意味で言うと、まあだからそこが必要になるっていう話なのかな。うん、そうですね、うん、それに気づくだけでも、うんうん、もしかしたらこう普段の習慣が変えられたりとか、確かにしてくると思う。うんうんうん、そうですね。まあ、なのでね、僕とかも、まあ、今の話聞いて改めて思ったんですけど、まあ、ある程度表層化してる人だったら、その多分なぜの5回でいけるんですよね。はい。でも多分ほとんどの人表層化してないから、そこまで。うん。だからそうなるとやっぱり独自で、多分英語の先、要するに英語の授業とは別に、さっき言ったその自分の深い価値観を見つける時間を持った方がいいし、まあ、ちょっとね、今回あの萩野さんが、なんだっけ、まあ、ちょっと無料カウンセリングみたいな感じ、はい、をやってくれるって話らしいんで、まあ、興味がある人はね、このなんだ、音声の下の方に、申し込みフォームをつけておくんで、まあ、そこからやってもらえばいいかなって感じですよね。そう。うん。まあ、時間とかってどうなん？だいたい1時間ぐらいとか。まあ、そうですね。だいたい目安1時間で、まあ、話、こう、うんうん、もしこう盛り上がってというか、うん、ある程度こうもうちょっと出てきそうだなと思ったら、別にそこまでこう厳密に1時間っていうわけでもないですけど、はいはいはい、まあ、大体目安としては1時間ぐらい、うんうん、なるほどね。まあ、でその最初の時は無料っていうことですよね。はい、うん、っていうことなんで、まあ、もしね、なんていうのかな、まあ、だからやる気になってるんだけれど続かないみたいな人、はい、はぜひ受けてほしいなって感じですね。うん、そうですね。なんかこう、うん、続かない経験がこういっぱいある人なんかはいいかもしれないです。続けたいけど続かないとか、いつの間にかやめちゃってるとか。そうですね。やっぱり見てても結構多いんですよね。うん。別にそんなに英語の勉強ってやり方さえ並べば、あとはどっちかっていうと淡々感が強い科目だと思うんで。誰でもできると思うんですけど、でも実際問題としてはやっぱり途中で諦めちゃう人、うん、結構多いんで、まあ、そういう人はね、ぜひ萩野さんのあれを聞いてもらうといいかなって、受けてもらうといいかなって感じですよね。はい、はい、じゃあ今日はお疲れ様でした。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。